も皆さんこんにちは、ミステリー作家の七尾よしです。本日もデッドバイデイライトプレイしていきましょう。はいはいはい、若者たちに人気スポット、レリー記念研究所。今日は全身血まみれクロちゃんでプレイしていきます。さて、入り口付近に発電キャリー。おお、今回は珍しくルインついてません。これが、この呪いがね、ついてないだけですっごく精神的に楽ですよ。ねえ、だってこれからね、呪いのトーテム探すのって大変だもん、このレリー金系、レリー記念研究所だと特にね。というわけでね、今日のお客様はどちら様でしょうかね。まだ音がしないんで、わからない。さあ、キーラーが来る前になんとかね、この発電機を修理完了したいところですよね。他の連中もおそらく、あ、来た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 。あー、修理ままな、ね、最後まで完了しなかった。はい、今日のお客様はトラッパーさん。45歳、NHK 受信料徴収員の方。立花隆をぶっ殺すって言ってましたよ、このトラッパーさん。受信料の支払いは納税勤労に並ぶ日本人の三大義務の一つですからね。皆さん、受信料ちゃんと払いましょうよ。いや、それにしてもね、レリー記念研究所でトラッパー、どうなんでしょう。はい、というわけでね、今回も映画レビューをしたいと思います。で、今日ね、ご紹介するレビューする映画はウィンストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男。これはね、現在上映中の新作ですね。もう何といってもこの映画の見どころは、お、3人で直せば早いよ。この映画の見どころはね、ゲイリー・オールドマンのメイクアップなんですよ。もう彼が演じているという前知識がなければ、最後まで彼だとはね、気づかないんじゃないかな。かろうじてね、目のあたりで、あ、ゲイリー・オールドマンだってわかるんだけど、こう言われてわかるみたいな感じですよね。まあ、それぐらい見事なね、変身ぶりなんだけど、まあ、いくらなんでも変わりすぎだよ。もっと似ている役者使えばよかったじゃんって話なんだけど、このメイキャップをした人は、あの、辻和弘さんって言ってね、今回のお仕事で、第90回アカデミー賞にて、メイクアップ&ヘアスタイル賞を受賞しています。いや、この人ね、僕と同じ年齢なんだよね。すごいね。うわ。しょぼい救急箱。はい、さあ、一人ね、釣られた状態。なんとかね、他の発電機直していきましょう。まあ、この映画ね、とっても面白いんですけど、そもそもイギリスの近現代史に詳しくないんですよ、僕。だから本当の意味で楽しめたかどうかは疑問なんだけど、まあ、チャーチルって名前くらいは知ってんだけどね、スターリンやヒトラーに比べたら僕の中では認知度だだ下がりというか、かなり低いです。まあ、レベル的には当時のアメリカ大統領のフランクリンぐらいじゃない。さあ、二人釣られちゃった。どっちを助けるって、二人とも近いからさ、ちょっとこれ完全に張られてるよね。キャンプされてると思うんだ。やばいやばい、島のうち、今回はボロータイムを持ってきてるからね。よし、逃げたい。もう一人もレスキューできるか。あー、もうやっちゃう、ボロータイムあるから逃げたい。オッケー、おわっと、わーこんなところにトラバサミが。うわー、まあいいや、二人をレスキューすることができたから、よしとしましょう。オッケー。さあ、すぐ近くにね、生存者が、仲間がスタンバってくれている。あ、またそこにトラバサミを仕掛けるか。さあ、ボロータイム発動中ながらセルフケアしている。もう一人は完全復活、おめでとう、ありがとう。やべえ、これやばいよ、やばいよ。うわー、2回目かー。あと1回かけられたら私死にますので、皆さんよろしく。うわ、助けて。うわー、 あっちに引っかかってるよ、トラップ。邪魔見ろバカ、自分に引っかかってやんの。オッケー、ありがとう、めぐちゃん。おお、めぐちゃん、落ち着いて落ち着いて。ラグがあるからこういうことになるんだよね。あ、逃げろ逃げろ、逃げますよ。さあ、どっかでね、
セルフケアしたいところ、うわー近くにいる。とにかく信用範囲外まで離れましょう。さあセルフケア、ここら辺でいいかな。よし、セルフケアで、この映画はぜひぜひクリストファー・ノーラン監督のダンケルクと合わせて鑑賞することをおすすめしたい。ノーランのダンケルクが表舞台だとすると、こちらのウィンストン・チャーチルはまさにね、裏舞台なんですよ。1940年当時はナチスの進撃がもう本当ねイケイケで、ヨーロッパ各国は侵略されるかもしれないピンチに陥ってたのね。みんなねもうナチスが怖くて怖くてしょうがなかった。まあ、ナチスもすごいよね。第一次世界大戦では負けちゃってさ、もう完全に骨抜き状態にされたのに、わずか数年であそこまで復活したんだから。ダンケルクの海岸では30万人もの連合軍が孤立無援の壊滅寸前状態だったんですけど、チャーチルは彼らの主張をね、救出を主張するんですよね。まあ、その方法っていうのがね、カレーにいる4000人の兵士をおとりにしてだよ、おとりに。ナチス軍をそちらにおびき寄せている間にダンケルクの30万人を救出するというね、思い切った、これダイナモ作戦って言ってたかな、すごい思い切った作戦なんですけど、まあさすがにね、他の閣僚は大反対するわけですよ。そりゃそうだよね。なんとか全員殺されずに済むようにヒトラーと和平交渉しようっていうわけです。まあ安倍さんにしろアセオルさんにしろ、おそらくほとんどの指導者は交渉の道を選ぶと思うんだよね。まあそれが普通というか、まともな指導者の当たり前の選択ですよ。だけどチャーチルは違ったんです。ヒトラーなんかと交渉したらとんでもないことになると主張して、あくまでもダイナモ作戦決行を譲らないんですよ。ナイス手裏脱出ゲット、よし行くよ。あ、嘘、逃げよ。ミンちゃんまたあそこに引っかかっちゃった。とりあえず脱出ゲートを開けたいところ。うわーミンちゃん、さあ脱出ゲート開けに行きましょう。こっちか。ミンちゃん道分かってんの？僕ね方向のうんちなんで分かんないんだよね。すげえ、こっちだ。ミンちゃんに開けてもらいましょうかね。だけどさ、まだこの当時1940年代だからね、40年だからヒトラーの内面なんか片鱗しか把握されていなかったはずなんですよ。まね、あんなひでえやつだとは、まあ、ひどいってことなんかひでえんだろうなっていうのは分かっていたけど、まだ彼の内面っていうものがね完全には把握されていなかったはずなんですよ。だからこそ他の閣僚は和平交渉なんて悠長なことを言ってたと思うんだよね。まあその後のナチスの動向を見れば、和平交渉なんてするべきじゃないっていうのはわかるはずなんだけど、チャーチルはもうその時点でね、ヒトラーの本質を見抜いていたってわけだね。彼は議会で、うわー、釣られちゃったか、レスキューして。あー、一人ね、召されてしまいました。まあ、とりあえずね。あー、メグちゃん。あー、ミンちゃんも戻ってきた。よかったー。とりあえず、この3人はね、脱出できます。はい、もう行きますよ。はい、どうも皆さんお疲れ様でした。なんともね、悔しい脱出になってしまいました。みんなでね、脱出したかったんですけどね。いやー、今回はね、ダンケルクのように、救出劇にはなりませんでしたけどね。まあ、しょうがないか。はい、というわけでね、気を取り直して映画のレビューに入るんです、戻るんですけど、まあ、チャーチルは議会で、もうラストの方なんですけどね、チャーチルは議会で歴史に残る4分間の演説をするんですね。ナチスの侵略には決して屈しないという熱い演説に、もう他の議員たちもね、他の議員たちの思いが一致団結に向かうわけですよ。もしチャーチルがあの時点で和平交渉という道を選んでいた、判断していたら、今頃ヨーロッパはナチスの支配下で暗黒時代だったかもしれないですよね。この映画のサブタイトルにあるように、世界から一
ヒトラーを救った男っていうのはあながち嘘じゃない、大げさではないと思います。はい、というわけでね、今回も映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまでなら出せるかということで評価していきますね。ウィストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男、評価額はズバリ1300円かな、うん、十分秀作だと思う。まあね、イギリスの近現代史が分かっている人はそれ以上に楽しめそうだと思います。ただね、最初のシーンで、最初の方はね、国王のジョージ6世はチャーチルをね、あんまり心よく思ってなかったんですよね、まあ、むしろ嫌っていたんだけど、後にイギリス近現代史上最も個人的な友情で結ばれた国王と首相って呼ばれるほどの信仰を深めていくことになるんだけど、ここら辺のエピソードがすごく薄くてね、二人の友情の成り立ち、発芽というものがなんかちょっとね、よくわからなかったかな。なんかね、いきなり意気投合しちゃった感じで、ここら辺はね、もう少し丁寧に描いて欲しかったかなと思いました。それにちょっとね、戦意高揚プロパガンダ映画的なとこも鼻につくかもしれませんね。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、 Have a nice day! バイバイ。もしこの動画を気に入ってもらえたら高評価をお願いします。チャンネル登録は下のアイコンをクリック、 iPhone やスマートフォンの場合はタップしてください。よろしくお願いいたします。